木。この木はずっと私たちを見守っていてくれる。晴れの日も雨の日もいつもみんなのことを見守ってくれてる。私たちはいつもこの木の下で遊んでいるんだよ。みんな遊ぼう。イエーイ。
手足だみんなどこ行っちゃったの帰っちゃったのかなわあ疲れた今日も楽しかったね楽しいもう一回やりたいね楽しいでも、ここには
げるボンジュールに萌えを込めて美味しいケーキをたくさん作っているんです。ところがある日パティシエが辞めてしまって美味しいケーキを作る人がいなくなってしまったんです。すると怠け者の怠けさんが来てくれたんです。なんかこのところ全然売れないね。全然お客さん来ないよね。冷凍庫の材料もたまるばっかだし、早く新しいパティシエ見つけなきゃ。そうだよ。いらっしゃいませ。お客さん、いらっしゃいませ。あ、そのポスターを持ってるってことはもしかしてここのお店で働きたいの？まあ、ケーキ作れる。まあ、じゃあ早速作ってよ。まあ、私ボール入れたい。私卵持ってくる。はい、お砂糖も入れて。Thank you.
動物の思い出がたくさんあるでしょ。そうだ。
動物たちがいると大変なことばかりです。そんな動物はいなくなった方がいい。市長さん一人で決めないでください。動物たちが悲しむよ。あなたは悪いところしか言わないよね。市長が動物に関わらなければいいでしょ。市長が出て行けばいいんじゃないですか。動物たちにも聞いてみてよ。動物たちがいなくなると自然がなくなりますよ。人間だけになったらかえって喧嘩が多くなるよ。動物だけじゃなくて私たちも失敗はする。だからそんなことで思い出しちゃダメだよ。それも動物たちとの思い出です。いろんなことがあるけどそれも含めて私たちは動物と一緒に暮らしたい。動物たちとはたくさんの思い出がいっぱいあるんだよ。森で蜂に襲われそうになったけどクマさんに助けてもらった。イルくんと一緒に遊園地に行ってジェットコースターに乗った。ゴリラとダンスバトルしたり大声で叫んでこうして有名になった。ヤギのおじさんに借金の悩みを聞いてもらったよ。クマちゃんと一緒に川魚10匹捕まえたよ。ハムスターちゃんと一緒に体育館ででっかいシャリで競争した。海で自分だけ泳げずに困っていたらカメさんが背中に乗せて遠くまで連れて行ってくれた。湖でクマさんにお魚の取り方を教えてもらったよ。山にある丸太の上に座って鳥ちゃんたちと一緒に歌を歌ったよ。旅で溺れそうになった時イルカくんが助けてくれたよ。高い木の上にあるブランコでコアラちゃんと一緒に遊んだ。彼らはただのカラフルタウンの住人じゃない、私たちにとって大事な仲間だし彼らは大切な家族です。だから私たちは彼らと一緒に暮らす。それが私たちの町カラフルタウン。私たちの町へようこそ。みんなの笑顔があふれる素敵な場所。ここにはワクワクドキドキが詰まっている。私たちの仲間もたくさんいる。町の目覚ましニワトリ、荷物を運んでくれる馬、ふわふわあったかい羊、アロマの香りスカンク、マッサージ上手ハリネズミ、血液型はみんな B 型ゴリラ。今年で250万歳おめでとうスミロちゃん。夜のパトロール袋